シュタヤーはオーストリアのオーバーエスターライヒ州の都市で、行政的には軍に属さない、検証都市である。エンス川とシュタヤー川の合流地点に位置している。製造業の中心都市として長い歴史を持ち、ステアー・オーガストを製造しているシュタヤー・マンリヒャー社の本社などがある。シュタヤーは980年に歴史的な建物の大規模な改修を受けた。町はオーストリアで、 最も保存状態の良い街の一つである。スタートプラッツ周囲の旧市街が有名。旧市街は数百年間とてもよく保存され、第二次世界大戦後には大規模な修復がされた。バマールハウスは最もよく知られた建築物であり、中央ヨーロッパにおいて規模の面でゴシック建築の最高傑作の一つとされている。歴史的に数多くの著名人が下屋に居住したり、 訪問ししたりしているフランツ・シューベルトは休暇で訪れた際に当地でピアノ五重奏曲マスを作曲した。またアドルフ・ヒトラーは短い期間ではあるが10代の頃にグランマークとに住み1904年に学校に通っていた。1934年にはオーストリア社会民主党とキリスト教社会主義党の間で勃発したオーストリア内戦の戦場の一つと なった。結果として、ファシズム体制による共同統治が1938年のナチスドイツによるオーストリア併合まで続いた。第二次世界大戦中、武器や車両の主要な生産拠点であったため、町はそれらの工場を破壊するための空襲の標的となった。町の大部分は損傷を受けたが、工場は終戦近くまで機能した。下ーにはかつて、 ナチスによるマウトハウゼン強制収容所の一部が置かれていたことが知られている。1945年5月、第761戦車大隊の黒人兵士と赤軍第5新英空挺士団がエンスカーの橋で連絡を取り合い、街は連合軍の合流地点となって占領された。シュタイヤーはベルリンのようにソ連軍とアメリカ軍によって分断された。 占領は1955年、オーストリアが衛星中立を宣言するまで続いた。ありがとうございます。